とるやん。はい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 。これ食べたいよね。どこ行く？皆さんこんにちは。今日は学生時代の後輩からある川に美味しい外来種がいるという情報をもらったので、捕まえててっちりに与えたいと思います。めちゃめちゃでかいじゃん。いましたよ。今引きずり出す。おっしゃー、取れました。内田ザリガニです。うわ、かっこよ。キープです。生きがいいな。なんかアメリカザリガニとかって隙間に隠れてるイメージありますけど、この内田ザリガニは普通に徘徊してるんだよな。強気、とにかく強気。変に網で取るよりも手で取っちゃった方がいいです。おやー、こんなのが日本の川にいるなんて驚きですね。こういう隙間とかにもまだまだいっぱいいます。ここにもいるじゃん。ですぐ横にもいる。これ全部取ろう。しゃあしゃあ、捕まえた。見てください、ここだけで3匹取れましたよ。パッと見は皆さんがよく知るアメリカザリガニにそっくりですが、ハサミの付け根が白っぽいのが特徴です。あとはアメリカザリガニよりも全体的にずんぐりしてますね。今日案内してくれる大輔くんは今はね、プロのダンサーとして活動してます。よろしくお願いしま す。ダンサーもザリガニ取るんだね。はい、ダンサーは基本ザリガニ取ります。基本的に、はい、そうなんだ。基本ダンス踊るかザリガニ取るかな。あ、結構でかいじゃん。行っちゃってください。行っちゃいます。行った取った。うまいね。マジ楽しい。いや、めっちゃ楽しいわ。楽しみつつ外来種の駆除にもなるんで最高の遊びですよ。なんかいた。うわ、シマヘビ。シマヘビです。川辺はシマヘビが多いですね。やっぱめっちゃいいな。いや、めっちゃ取れたね。いや、楽しかったっすね。いや、めっちゃ楽しかったね。さっきこのでかい子に俺挟まれたんだけど、やっぱり楽しかったからこそ痛みを共有したいなと思って。いてるいてる。あ、痛い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 。やばい、マジでやばいから。あ、飼ってるペットたちに与える前にちょっと味見してみたいと思います。これ食べたいよね。絶対に食べたいですね。これから調理していくんですけど、背綿を抜いていきます。尻尾の中央部分をねピキッとやるとね、背綿が綺麗に抜けます。そう、こうやってツーってやるとね、背綿が抜けるんですよ。これでこの子はしばらく経つと締まっていきます。あっちゃ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 。ハサミからこんなプリプリの身が出てきました。待って、めちゃめちゃうまいじゃん。普通にカニ、普通にカニだねこれ。いや、これほんとうまい。スシローいけるよこれ。いけますねこれ。はい、というわけで背綿をすべて抜いたので締まりました。今日一緒に採取を行ってくれた大輔ちゃんの詳細が気になる方は概要欄にリンクを貼っておきます。これてっちり、これが内田ザリガニだぞ。初めて見ただろう。入れるよ。はい、どうぞ。あなたのお尻の方です。上上上上だよ。それ、おお、いいね。殻ごといきました。やたらと水槽が汚れますけど、まだ残ってるから食べなさい。おい、どこに行く。カメラ向けてると食べづらい。ごめんよ、これが仕事なんだ。あれ、お前いつからそんなに恥ずかしがり屋になっちゃったんだよ。思い出してくれあの頃を。この内田ザリガニ、あの撮影からだいぶ日が経ってしまって、だいぶ長い期間冷凍したんですよ。なのでもしかしたら鮮度が落ちている可能性がありますね。てっちりって今まで美味しいもの食べすぎてグルメになっちゃったんで、舌が肥えてるのかもしれない。ちょうど知り合いの YouTuber の方に内田ザリガニ一緒に取りに行こうっていうお誘いもらったので、今度は新鮮な状態の内田ザリガニを取ってきます。本日は荒川さんとリュウさんにも来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあいっぱい取ってきましょう。いや、全然いないな。ここの場所結構有名になってるんで、もしかしたら組織的な何かがね関わって数が減ってるのかもしれない。まあ、内田ザリガニは特定外来生物なんでいなくなることはいいことなんですけど、今日の動画的にはどうだ。あ、取れました。え、でかいの来ました。
いや、ちっちゃいっす。餌にちょうどいいサイズ。フグのてっちりに食べさせます。てっちり、これはてっちり行きです。なんか取れました。うおぉ、赤ガエルとかですか。おー、ちょっと待ってください。今のでなんか網が変なことになっちゃったな。めっちゃいる。めっちゃいるわ。あれ、海だ。これ荒川さんの出番っすね。荒川さんの出番。俺開いちゃいたいっすね。ウイちゃん美味しくないんすから。安いよ、こだわってるじゃないですか。俺やなめかいわらがいいな。いやー、ワンちゃん混ざってるかもよこれ。卵持ってる。え、マジか。わー、ほんまや。キャビア、キャビア付きだ。リュウさん、これ食えますか。え、そうですね。おりゃどりゃ。はい、シャ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 。生き物 YouTuber3 人の手にかかればね、こんだけのウチダザリガニが取ることできます。これからね、何匹か選定してフグのてっちりに食べさせたいと思います。チャンネル登録よろしくね。ただいま。また取ってきたぞ。自分で食べた時も茹でた方が美味しかったので、てっちりにも茹でて揚げてみたいと思います。茹でてね、身を集めたものです。食べませんね。さすがにわがまますぎだぞ。困りました。カメ吉、物心つく前から飼ってるカメなんですけど、クサガメってほんと水がねすぐ汚れちゃいます。おしゃ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 。あ、なくなってる。お前今カメ吉に与えてる間に食べただろ。再びリベンジ。もう美味しさ分かっただろ、食べなさい。はい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 。やっぱ美味しいよね、茹でてると。一回食べてね、美味しさが分かるとこんな感じですぐ食べてくれるんですよ。生意気だな。あ、また緊張してる。カメラが近いとこういう感じの表情がなんか何とも言えないですね。どこ行く。ここでなんか反り立ってる同居人のヒトデにもあげよう。ヒトデって動くのゆっくりなんで、こうやって餌のところにね落としてあげると食べるのが楽です。匂いがするみたいで探してますね。触手が1本でも触れちゃえばね、もうずっと食べてくれるんで。少し鈍感なヒトデはあっちの方に行っちゃいました。もうなんか右手上げておーいってやってます。はい、というわけで今回はウチダザリガニをてっちりやペットたちに与えてみました。個人的には美味しかったですけど、舌が肥えてしまったてっちりは微妙な反応でしたね。たくさん捕まえて締めてしまって少し残酷な気もしますが、もともとは人の手によって持ち込まれたもので、ウチダザリガニ自体に罪はありません。ただあまりに数が多すぎると在来種に影響をもたらしてしまうので、できるだけ間引いて今回のように餌として有効活用できるといいと思います。今回お誘いもらった3人の詳細は概要欄に貼っておきますので、この後覗いてみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。